自分はこういうイメージの美しさを求めてるんだということを知るのと、人に振り回されて今年はこんなんが流行ってるからこっち側に行った方がいいんかなっていう風なスタンスで行くのでは大きな結果が違うんですよ、ね、さっきの結果成果イコールっていうのがありましたね。実は成果イコール努力かけるセンスっていうね、センスっていうのは何かって言ったら正しいやり方、かっこたる自分で自分のメイクをどうでも自由自在にできるように方向性を持っていく、そうにしておくと流されません。自分で自分のメイクを選択しながら望む、そして相手に影響を与えていくというね、この表現力っていうところまで落とし込んで自分のメイクを上達して欲しい、そう思ってます、自分が可愛くなるメイク、自分が、美しくなるメイクっていう自分にフォーカスするのも大事なんですけど、相手にどう思われていくか、相手に美しいって思われるようなメイクを自分で施される、相手に可愛いと思われるようなメイクを自分でできるこういうちょっとあの同じこと言ってるようやけどちょっと違いがあるんですよ。相手って言うたら相手の好みっていうことまでもきちっと分かってもらわないと自分のメイクが変えれないっていうこともあるんで、まあ、これはあのちょっと難しい話でいくと本講座で言ってるノータイプ別っていうね、あの人にはその同じメイクを見ても違うメイクに見えたりいいメイクに見えたりね、ちょっとこう嫌なメイクに見えたりするっていうね、そういうあるんですね。そういう分析を、そういうパターンをしっかりと知って自分でメイクを変えていくっていうね、こういったことが非常に大事になるかなと思います。